4年生の6月に内定出るんでしょって皆さん思ってるかもしれないんですけど、インターンに行った人とかですね、まあ年内、つまり3年生の12月とか1月2月とか、それぐらいの時期に結構インターンからの採用直結、面接を受けたりして内定が出るということも結構あります。こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今回はですね、就職活動のスケジュールと、どういうふうにやっていくかというね、その流れについてお話ししたいと思います。まあ、これからね、就職活動を始めるんだけど何をやればいいかわからないという人はぜひね、この動画をご覧いただくと、全体的な流れが分かって、じゃあまずこれから始めようという一歩を踏み出せると思いますので、ぜひね、最後までご覧になってみてください。で、今回はですね、その中でもインターン編ということについてお伝えします。なんでインターン編なのかということなんですけど、そもそもね、就活のスケジュールってこれ見てわかると思うより結構長くあるんですね。で、具体的に、まあ、どういうことかというと、3年生のね、4月5月ぐらいからなんかその就活やんなきゃみたいになって、でその後夏のインターンがあって、で秋とか冬に秋冬インターンがあって、3月から本選考があって、その後に選考いろいろ受けて、4年生の6月か7月ぐらいに結構内定するという結構長期にわたる活動なんです。なので全部を話すとすごく長くなるということなので、今回の動画はその前半部分であるインターンについて取り上げたいと思います。次の動画ですね、後編のいわゆる本選考について取り上げますので、まずはね、この動画を見ていただければというふうに思います。で、まずそもそもインターンといってもですね、結構いろいろあるんですよ。どういうことかっていうと、まあ、夏に行われるサマーインターン、それから秋とか冬に行われる、まあ、秋冬インターンで、まあ、インターン終わった後に本選考みたいな感じなんですけど、サマーインターンは何をやるかというとですね、まあ、主に8月とか9月にやる職業体験イベントということで、まあ、具体的に言うと、まあ、ワンデーとかね、スリーデー、ワンデーだったら1日その会社に行ってですね、会社の仕事についての説明を受けたりとか、でちょっとワークショップ1時間ぐらいでその班になって、チームと一緒に、例えば食品メーカーだったら、その食品メーカーのその商品の売り上げを 30% 上げる方法をちょっと考えてみましょうみたいなね、まあ、そういったワークをやってみたりとか、あるいは先輩と一緒に座談会とかそういったもので喋ってみて、まあ、会社の仕事こんな風だよみたいなことをやったりするわけです。で、3 days とかだとそれが3日間になって、よりこう難しい話題が出たりとか、あるいは1日目終わった時点で社員のところに、今のところこういうビジネスプラン考えたんですけどどうですかっていう風に持ってって、で先輩からフィードバックをもらって、ここ直せって言って、2日目それ直して、で2日目また持ってって、でここ直せって言われて、まあ、直すみたいな、まあ、そういったことを結構やったりする中で、まあ、いわゆる総合職、ホワイトカラーの仕事がどういう仕事なのかっていうのをこう、まあ、学んでいくっていうのが、まあ、夏のインターンなんですね。で、これに参加する、まあ、メリットは何かということなんですけど、やっぱり実際にですね、職場に行ってみて仕事を体験するという中で、まあ、泥臭い部分もあるし、大変なこともあるし、まあ、逆にこれ向いてるなみたいなこともわかるし、まあ、場合によっては逆に向いてないなみたいなこともわかるわけです。夏のインターンに行くまでの段階だと、やっぱ皆さんなんとなくこうね、憧れだけみたいな感じで企業を見てたりして、例えば JAL とかあるならね、 CA かっこいいなとかね、食品会社の企画担当とか楽しそうだなとかね、あるいはな、化粧品メーカーのマーケティングとかすごく面白そうだなみたいな、なんとなくそれ憧れとかかっこよそうみたいな感じで思ってると思うんですけど、夏のインターンに行くことで、意外と泥臭いなとか大変だなとか、結構夜遅くまでやってんなとかね、まあ、そういったことも含めていろんなことがわかるから、まあ、その後ね、就活の本選考を受ける際に、やっぱり自分はこの仕事を受けてみようとかね、この仕事を目指してみようとか、この会社を受けてみようみたいな、そういった、まあ、情報収集ができるっていうのがやっぱりサマーインターンのすごくいい点かなというふうに思います。一方でですね、秋冬インターン、まあ、これは何かというと、11月から、まあ、2月ぐらいですね、それぐらいの時期にやられる、まあ、インターンなので、表上は職業体験ということなんで夏と同じじゃんというふうに思うかもしれないんですけど、実は表上はそうなんですけど、裏で採用直結型になっているのがものすごく多くてですね、インターンに行って、まあ、ワンデーとかね、場合によってスリーデーとかの会社説明聞いたり、ワークやった後に人事の方からじゃあ選考受けてみないって言われて、まあ、つまり面接ですよね、面接とかあとテストとかありますけど、そういったものを受けて通過するとですね、もう内定出ちゃうんですね。一般的に就活の解禁っていうのは3年生の3月に解禁して、4年生の6月に本選考があるというふうな感じなので、4年生の6月に内定出るんでしょって皆さん思ってるかもしれないんですけど、インターンに行った人とかですね、まあ、年内、つまり3年生の12月とか1月2月とか、それぐらいの時期に結構インターンからの採用直結、面接を受けたりして内定が出るということも結構あります。なので秋とか冬のインターンっていうのはやっぱり内定を取りに行くという意味合いがすごく強いわけですね。で、それが終わったら、まあ、本選考ということで3年生の3月からありますので、まあ、インターンで内定出なかった人はもう本選考にかけるしかないわけですし、まあ、インターンで内定出た人は、まあ、本選考で受ける会社ももう結構いい感じの会社受かってるから、うん、まあちょっと行きたいなと思う会社だけ最後受けようかなみたいな感じで本選考を、まあ、気楽な気持ちで終えられるという意味でやっぱりインターンは重要なんですね。じゃあこれからですね、大事な、まあ、インターンに行くためにどういった準備をしていけばいいのかということについてお話ししたいと思います。まずですね、3年生の4月ぐらいからこうね、時系列順にお話をしていきますけど、まあ、4月になったら何をするべきかといったら、まあ、当然その8月9月にサマーインターンがあるわけですから、その準備をするということになります。サマーインターンのそのエントリーというものがあって、エントリーがいつから始まるかというと、それが大体5月の中盤から6月の、まあ、末とか7月の中旬ぐらいまでが大体エントリー期間なんですね。
エントリーは何があるかって言ったら、ネットから自分の、ね、情報を登録するとエントリーシートを出してくれとかね、グループディスカッションがあるからそれに、まあ、選考に来てくださいとか、外資とかそういう会社を受ける場合はテストがあるからテストを受けてくれということも結構あります。なのでインターンに行くにも結構選考が必要なんだよってことなんですけど、まあ、その選考の対策をするというのが4月にやっておくべきことになります。まあ、具体的に何をやればいいかということなんですけど、まずですね、そもそもどこを受けるのっていうのを決めてくださいということですね。そのために2年生の3月とかそれぐらいの時期にですね、自分の自己分析、これまで何をやってきたかとか、今後どうしたいのかとか、そういったことについて洗い出したりとか、あるいはいろんな社会人にこうね、会ってみてですね、この業界行ってみようかなみたいないうふうに思えるような業界をですね、3つほどに絞るというのを、できれば2年生の3月ぐらいまでやっておくと楽かなと思います。もしそれができなければ3年生の4月の時点で3つの業界に絞るということをやるわけですね。で、絞ったらサマーインターンに行くためのエントリーシート。まあ、具体的に言うと、その学生時代頑張ったことを400字で書くとかね、自己 PR を400字で書くとか、まあ、そういったものをエントリーシートを揃えていくことになりますし、面接なら面接で、その自分の書いたエントリーシートに対して来るであろう質問、具体的にどういうことですかとか、なんでやろうと思ったんですかみたいな、そういった質問来ますから、それに対する回答を用意しておくと。さらに言うと、グループディスカッションとかもありますから、まあ、その問題の対策ですね。例えば、まあ、外資系のコンサル会社とかね、難しい会社を受ける場合はですね、日本にあるピアノ調律師の人数は何人かとかね、そういう何それみたいな問題が出たりするんですけど、まあ、そういった問題の対策をやったりとか、場合によってはビジネス課題が出たりする、それをグループディスカッションして答えるみたいなことがあるので、まあ、具体的に言うと、例えば、ファミリーマートの1店舗の売り上げを 1.2 倍にする方法を考えてくださいみたいな。そういうのが来た時に、じゃあどういう流れで考えていこうかなみたいなことを、まあ、対策しておくとかね。あとは単純に、まあ、筆記試験ですね。昔あったような算数の問題とか、まあ、外資系の企業行く場合は条件付き確率の問題ですとか、結構いろいろ出ますから、まあ、そういったものをおさらいしておくというのが、3年生の4月でやっておきたい準備というふうになるかなと思います。4月にそんな感じで準備を進めて5月になりましたと。いうふうになるとどうなるかというと、5月になると、エントリーを、まあ、し始めていくということで、で、まあ、サマーインターンの目的というのは、まあ、最初に言った通りね、業界への理解をやっぱ深めることがあるんですけれども、ついついね、多くの人がやっちゃうのは、大手企業ばっかりこうエントリーするんですね。夏のインターン自体で、さっきも言った通り、その内定が出るってことはあまりないので、業務の理解とか、業界のね、どんな会社があるのかとか、そういうことが分かればいいわけなので、大手ばっか受けるんじゃなくて、中小企業とか、ベンチャーとか、そういったところを中心に受けていくといいのかなというふうに思います。それで十分業界の理解はできますし、まあ、中小とかベンチャーだったら割と比較的こうね受かりやすいということがありますので、夏はそれでいいのかなというふうに思います。で、6月7月あたりが、まあ、結構その募集のピークみたいな、まあ、どん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 エントリーシートを出して、どん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 面接を受けていくというのが6月とか7月になるわけですね。なので、まあ、このあたりですごいピーク来ますから、やっぱ5月とか、まあ、さらに言うと、まあ、その前の段階の4月で準備ができている方が6月7月を楽に乗り切れますよということになるわけです。で、実際それで受かったらどうなるかというと、まあ、8月に、まあ、サマーインターンに参加ということになるわけですね。まあ、サマーインターンに行くことで、まあ、社員のね、生の声を聞けたりすることがやっぱり多くありますし、まあ、秋以降ね、選考直結のインターンにどんどん行く前にですね、業界とか企業のリアルな姿を見ておいて、まあ、自分に合ったら会社はこういうとこだな、みたいなことをぜひ確認していただくといいと思います。で、まあ、8月とか、まあ、9月上旬あたりで夏のインターン終わりますから、それが終わったらどうするかというと、9月後半あたりから秋とか冬のインターンの準備をしてくださいということです。で、具体的にはですね、IT 業界とか SIR さん、それから、ベンチャー企業とか含めて、採用直結型のモノタイムインターンがあるので、そのインターンの準備を始めておくのも必要ですし、夏のインターンに行ってみてですね、改めてその自分の自己分析をし直したり、自分のエントリーシートを変えたりとか、逆にこのネタが受けるんだということが結構分かったりするケースが多いので、そのあたりの修正をするというのが9月の役割になってくると思います。じゃあ10月になったらどうするかって言ったら、まあ、オータムインターンが、エントリーが始まるんですね。オータムインターン自体は11月の中旬とか、まあ、12月あたりに行われることが結構多いです。で、ウィンターのインターンは2月に行われることが多いんですけれども、そういったもののエントリーは10月に行われるケースが多いわけです。なので、9月に準備をしておいて、10月くらいからオータムインターンにエントリーをしていくということになります。で、オータムとかウィンターは大体のものが採用直結型ですから、やっぱり内定を取りに行くということが大事です。なので、私がいつも提唱しているわらしべ長者戦略ですね。まあ、具体的にはその概要欄に貼っておくので、それ見てほしいんですけど、まずこれぐらいの企業を買って、その企業の内定をこう、まあ、出しにして、より上の企業にこう階段のように挑戦していくっていうような、そういう戦略のことをわらしべ長者戦略といつも申し上げていますけど、まあ、その藁になるよう、ね、企業に申し込んでみるということです。まあ、具体的には、まあ、中堅企業とか中小企業とかそういったところになると思いますけど、まあ、自分が行きたい業界、ね、の中の中小とか中堅企業にエントリーしてみるというのが、10月になります。まあ、11月12月でオータムインターンに行きながら、まあ、内定取る人は取るし、内定が、まあ、取れない人は取れないしみたいなことなんで、インターンに行きながらも11月12月はその、まあ、能力アップのということで、そのもし内定が取れなかった場合に備えて3月以降の、ね、本番に備えた能力アップをしてほしいということで、まあ、何をやるべきかというと、
SPI とかのね、筆記試験の得点を上げるとか、あるいは何も就活ネタがないみたいな人だったら営業の一端に行ってもいいし、面接でロジカルシンキングを詰められて夏でね困ったみたいな人であればロジカルシンキングの訓練をするとか、まあそういったことを含めてですね、年明け以降のその本選考に備えた能力アップも同時に11月か12月でやっておくと。3年生のまあこの秋とか冬にインターンに行った人は1月2月に早期選考結構行われるケース多いですから、できればここで内定を取って余裕がある状態で3月に行ってほしいなというふうに思います。というわけで、もう一回ね、流れを最初にお伝えした図で説明すると、まあ、3年生の5月と6月ぐらいからインターンシップの応募が始まって、8月9月に3年生の夏のインターンシップに行くと。9月はでちょっとその見直しをして、10月11月ぐらいからオータムのインターンシップがあって、その間に自分の能力も高めつつインターンに行くと。まあ、2月とかにも冬のインターンがありますので、そういったものにも応募して3月まで備えるというのがインターン全体の流れというふうになるわけですね。ただもちろんですね、全ての企業が、まあ、この流れの通りやるわけではないです。まあ、企業によってその選考スケジュールがやっぱバラバラなので、提出期限をやっぱちゃんと守って、提出忘れがないようにやっていかないといけないし、まあ、同時に選考日程が被ったりすると片方は受けられなくなっちゃいますから、まあ、そのあたりもね、被らないように注意しながら、スケジュール管理をちゃんとやる必要があるわけですね。まあ、そういった時に役に立つのが民衆っていうサイトで、その昨年のね、スケジュールはどうだったのか、いついつに試験があって、でしかも試験内容の問題までね、掲示板みたいになってますから、落ちたりします。なので民衆はね、ぜひ登録しながら、その最新の情報に対応しながら、まあ、やっていっていただきたいなというふうに思いますけれども、ただまあ今年とかね、来年はそのコロナでちょっとスケジュールが結構変則的になってたりとかするというのもありますので、結構昨年のスケジュールが あんまり効かないという場合もあります。まあ、その場合はですね、まあ、ホワイトアカデミーに来ていただければ、まあ、その業界の先生がいたりしますので、まあ、サポートできると思いますから、まあ、ぜひそのあたりもね検討してみてください。はい、というわけで、まあ、今回は就職活動全体のスケジュールについてお話をさせていただきました。まあ、主にはね、インターン編と、まあ、本選考編というふうになってて、まあ、インターンでやっぱ早めにね、内定が取れると、本選考もだいぶ気楽な気持ちで受けれると思いますから、まあ、ぜひね、まずインターンに行っていただければというふうに思いますし、この動画を見てもなかなかその細かいこととかね、それぞれの企業の都合とかわからないという場合であれば、まあ、ホワイトアカデミーに来ていただければ、まあ、先生と一緒にやっていくということもできますので、ぜひご検討してみてください。はい、というわけでこのチャンネルでは週に何本か就職活動の役に立つノウハウを配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる、残業代が支払われない、働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければ、あなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があればお早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは
新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。